両慶長公書帝母術の変法とは中国成長末期の1898年に実行された一連の政治改革の総称。明治維新と同様の立憲君主制による近代化革命を目指す変法自強運動の集大成にあたる。運動を担っていた公有意両慶長ら変法派の革命家たちと彼らを受け入れた公書帝によって 同年6月11日から改革が実行された。しかしその後、改革を嫌う政態校、遠征外ら朝廷内の保守派が、同年9月21日にクーデターを起こしたため、改革は強制的に中止された。実行された日数の短さから、100日維新とも呼ばれる。新王朝時代の中国において、高所十四年の四月十三日から八月六日に、 かけて、高所定の全面的な指示の下、若い次第武装である、高位両慶長、丹次ーラの偏方派によって行われた、政治改革運動。これは3ヶ月で、政大高ら保守派のクーデターにより挫折し、高位両慶長は日本へ亡命した。この時点から約30年前の1861年から、ヨ務運動が行われ、中大西洋をスローガンに、 新たな技術と知識を学んだことにより清朝の国政は一時的に回復したが、旧体制を変えずに西洋技術のみを取り入れる、用務運動は日清戦争敗北により限界を露呈する。公務依頼が用いた、返法という言葉は、旧法を変通すること、すなわち古くなった法を時政に応じて変える、ということを意味する。ここで言う、法は、法律だけでなく、 政治制度も含めた統治機構全体を意味する。つまり、変法とは、それまでの伝統的な政治外交令制などの大変革を指す。具体的には、過去に代わる近代的学生、新式陸軍、役所局、制度局の創設、茂る近伝の解説など、主に明治日本に藩を取った改革案が上層、布告された。改革は、 行為を中心とする一派と長のほらや分定式、元服といった政権内外の改革積極派が推進した。だが、次第に派内で路線対立が深まり、行為一派以外の人々が離反、急進的な改革による宮廷の混乱から保守派の政大抗が力を増す。こうした中、偏方派の一部は政大抗を遊兵して事態を打開しようと図る。当初は、 ことの推移を生還していた生態校も、ここに至って、露術の政変と呼ばれるクーデターを決行。公所定は監禁されて、実権を失い、変貌派の主要人物は処刑。変貌運動は完全に挫折した。統治機構の近代化により、王朝を立て直すことに失敗、加えて、義和団の乱号をめぐる新朝の集大も加わり、1911年の、 侵害革命への機運が高まる。母術の変更は短命な改革だったが、実行されなかった各種改革案も、母術の政変を引き起こした政大公たちによって、義和団事件後に再度取り上げられた。また、母術の変更では改革の際、実質的に政党の原型であった、学会を各地に創設したり、プロパガンダに新聞を活用するなどの政治手法を積極的に、 中国に持ち込んだりした。1895年3月、日清戦争の敗戦の法を受けて、清朝の知識人たちは様々な反応を示した。中でも、ちょうど過去の試験のため北京に集まっていた受験生のうち603名は、講和拒否や制度改革を求める上昇を連署で表し、下関条約批准の翌日の5月3日に提出した。この出来事を、 校舎上書という。この校舎上書を主導したのが、関東から来ていた受験生の校尉とその友人の両系長だった。校尉は、前歴として、1888年にも上書を提出していた。したがって、校舎上書は二度目の上書だった。なお、上書はその後も1898年まで数回、行われた。校舎上書は、結局、政府に拒まれて、 公所定に届くことはなかったが、書物として刊行されて、広く読まれた。また、政府内部にも、王童和のように、公優位に神話的な改革派官僚もいた。公社上昇が終わった後も、公儀らは、北京に泊まり、政治団体の共学会を結成した。通用学会は、上海支部も作られたが、解放において、年号と公式年を併記していた等の理由から、政府の弾圧を受け、 1896年1月に解散してしまう。しかし、この強学会の関係者たちが、その後の変法自教運動を主導していくことになる。1895年から1898年にかけて、変法自教運動と呼ばれる運動が展開された。変法運動は、言論活動を軸にして展開された。すなわち、 上記の教学会のような学会が発行する会放や、出版社が発行する雑誌や新聞を主な媒体として、様々な改革案を提示する形で展開された。そのような媒体の代表例として、教学会の中外気分、教学法、事務法官の事務法などがある。これらの媒体は、都市部での世論の形成に寄与するとともに、国際情勢を紹介する役割も担った。 変法運動の中心人物である、幸位は、上記の第一条書に失敗して、以来、儒学者の両代らの影響のもと、受学思想を応用した、体制変革論を構築していた。また、幸為を含む、変法運動の担い手たちは、在家の仏教学者、洋文会の影響のもと、仏教にも傾倒していた、変法運動の時期には、当時最先端の思想である、 社会進化論の紹介も行われた。とりわけ、天津で発行された国聞き法では、社会進化論者 t h 白 u x l の書論文が、原服の翻訳を通じて連載された。1898年には、それらの連載論文を含む書籍、天縁論が発行され、後世の古敵らに影響を与えた。変法運動の時期には、女性解放運動の草分けにあたる運動も、 展開された。とりわけ、上海で結成された女学会の解放、女学法では女性教育や女性参政権、男女平等について発信するとともに女性編集者を一個人としてフルネームで記名した。あるいは、変邦運動の前からすでにプロテスタントの宣教師やアリシアリトルによって転職廃止運動が展開されていた。変邦運動の担い手の多くは、 日本の明治維新を模範としていた。とりわけ、高潤県は1877年に日本に新朝の公使館が開設された際に参参館として訪日しており、その時の見聞をもとに日本国史を表している。同書では明治維新の分析や第三洋の日本外史を参照した日本史の叙述が行われている。日本国史は 1877年に完成して、総理我門や理交渉、長のホらに送られたが、その時は必ずしも話題にならなかった。一方で、1895年に、両慶長が序文をつけて出版すると、日清戦争により、日本への関心が高まっていたこともあり、話題になった。1898年の第六条書では、皇位が日本国史をもとに表した。 日本編成功が添付された。なお、明治維新だけでなく、ピョートル一世のような啓蒙先生君主も模範とされており、同じく第六条書では、大華霊、編成期も添付されている。変邦運動が進展する中、中央政府に先立って、湖南省の地方政府において改革が実践される。その湖南の改革を担った官僚として、陳宝新公表。 高純健、東西常らがいる。また、コナンを代表する教師で、著名な受学者でもある大崎健は、自身が院長を務める書院、学府元書院で、上記の事務法を学生に推奨するとともに、1896年には、他の教師とともに、事務学堂を創設した。大崎剣はさらに、コナン出身の丹次道の圧線で、両啓長を湖南に招へし、 1898年には、事務学堂を拠点とする学会、南学会を結成する。この南学会において、両慶長らは、転職廃止や、議会解説などの言論を発信した。しかしながら、同じく、コナンの教振で、儒学者のハト突キらは、そのような両慶長の言論に反発し、伝統儒学の立場から批判を展開した。そのような、波突起を含む、 憲法批判者たちの言論は、後に、翌教争編として書物にまとめられた。1898年6月11日、朝廷内の保守派の筆頭だった、共振農益権の死などをきっかけとして、公書廷は、明らかに国税を定めるという承直を下した。そして同日から9月21日までの1 0日間、らを中心的な官僚として、憲法の制定、 国会の開設、科挙の改革、京師大学堂の設置、軍の近代化、工業化といった様々な改革、すなわち、墓術の変法が実行された。クーデターに至る、経緯変法は、あまりに急激で、全般的な改革であったために、改革に対し周囲から、危惧、懸念の声が相次いだ。もともと改革は、それを実行するだけの財政的基盤に欠けた基状の、 空論的な性格を有し、それだけで批判を招きやすいものであったが、それ以上に、批判の背後には、改革の進行によって手放さざるを得なくなる政治的、主導権や既得権益に対する危機感があった。すなわち批判の急先鋒たる政体公や坂江ロクラの、目には、公位らが導入を目指す憲法や議会制度は、自らの政治的フリーハンドに著しく成中を、 加えるものとして英じたであろうし、明治日本に習った官庁の統廃合は、官僚の党数の整理でもあるため、官僚層の猛烈な反発を招くものであった。また指導者であった行為が、決して正当な計画とは言えない今分、供養学部を改革の思想的バックボーンとしていた、ことも孤立を招いた一員である。今分、区要学ぶは、改革思想の基盤となりやすい計画ではあったが、 公為の思想は、さらにそれを先鋭化させたものである。例えば孔子は、修公団の作り上げた制度を正しく伝えたのではなく、むしろ政治改革者であり、六教に記述されたものは孔子が修公団に固くして創造した政治制度であるという主張や、黄金時代を三代とする証拠思想を批判し、四所乱世、マス平与太平洋と順次発展していくとする。 発展史観を唱える主張等、どれも伝統的な考え方と一戦どころか二戦も三戦も隠しそうであったと言える。まさしく当時としては異端であり、利用反日とそしられるのも無理からぬことであった。さらに改革を志すグループが孤立化した原因として、返邦の中心的存在であった幸運自身の性格も大きく作用したことも見逃せない。 彼の自信に満ち溢れた態度は改革の断交に、あたって、高所定を、返邦側に引きつけるなどプラスにも働いたが、反面頑固に自らの返邦路線をいささかも、変えようとしなかったために周囲との融和を難しくし、いたずらに反対派を増やす原因ともなった。その端的な例が、当初返邦に、好意的であった、両郷総督、劉昆一や古郷総督ばりのほら、 孫屋の離反である。彼らは、ウイらの今分、供養を学ぶに眉をしかめながらも、それについては一旦棚上げして返報に賛同したのであるが、京市大学堂の教育内容や公式年をめぐって、次第に対立を深めていくようになる。対立の進化につれて、幸運一派との差別化を鮮明にする必要を感じた、ため、蝶のホラは、中大西洋的改革思想の集大成とも言える。 官学編を急遽刊行し、その中で、皇位たちを厳しく非難している。返法開始冒頭に、皇所定の家庭教師でもあり、かつ改革を背後から支えていた、総書大臣、王道和が、政体公によって無理やり会食、引退させられていることからも明らかなように、皇位たちは元から政治的に劣勢であった。それに加えて、在京、地方の大官たちが、 憲法から距離を置くようになれば、皇位たちと政体皇ら一派との権力バランスが一気に崩れるのは日を見るより明らかであったと言えよう。公書24年の陰力7月8月の時点では、母術変貌の破綻は誰の目にも時間の問題として捉えられていたのである。クーデター孤立した状況の中で、変貌派はついに軍事力によって政体皇や満州貴族を捉え、 実験を握った上で改革を断行する案を作成した。しかし、返邦派は独自の兵力を持っていない、試しんだペリク軍の指揮官であり、返邦にも早くから理解を示していた、遠征外に、この役割を担ってもらうことにした。8月3日、タンツグウドウが、円の指定で説得を行い、円も了承したかに見えた。ところが8月5日、円は、 生太校の側近坂江六にこの情報をリークした。生太校のリアクションは早く、早くも翌日から返邦派官僚の大粛清が行われた。こう優位、両警長らはいち早く逃亡して、日本に亡命した。しかし、高所定は遊兵され、段次郎ら6人の官僚は8月13日、北京城内のキー主校で処刑された。段次郎は逃亡の進めを断り、 改革の礎になると、自ら囚われ処刑されたという。この時処刑された主要な返邦派6人は、母術6君主と呼ばれる。一般的には、政変の直接の原因は、遠征外の密告とされるが、これに対しては疑義を挟む立場もある。そもそもこの内情を暴露したのが、両慶長の母術政変記であるが、これは、日本亡命後に、明治政府を動かして、 高所定を救出し、あわよくば返還の再開を目論が著作であった。したがって、政変の発生や同志の処刑といった目に見える事実の感激に、行為たちに都合のいいフィクションを挟み込んだ可能性を拭いきれないからだ。返還派勢力が高所定の信頼を頼みに内部の根回しを怠ったまま拙速に改革を進めようとするあまり、 保守勢力に押しつぶされてしまったとの感はどうしても拭えない。しかし、こういう意、両系庁らからすれば、欧米諸勢力から侵食されつつある新朝、中国を救うためには、是が非でも、この改革を進めなければならないという強い認識があった。ただしこの改革の無残な失敗と、ダンツ駆の壮絶な死は、日本に留学している若者たちに、 大きな心理的影響を与え、さらに翌年の義和団の乱で、新朝が見せた集大は、政権交代の必要を強く感じさせるに至った。こうした中、一方では、両警長らの歩行会などの悪魔で政調を全面に押し立てて、中国を危機から救おうとする勢力が生まれた。しかし、反対に、孫文、孝行、東斎常、 総教人らは新朝がすでに政権担当能力を失っているものとみなし、官民族による新政権が必要であるの認識のもと、革命運動に身を投じるのである。両慶長返法に失敗した、こういう両慶長らは日本に亡命した。以降の彼らは歩行派と呼ばれる。歩行派とは、成長を維持したまま、憲法制定等の改革によって、中国の近代化。 立て直しを図るべきと考える立場の人々のことであり、孫文、昌平林ら革命派と対になる言葉である。彼らが亡命中の1899年に歩行会こと歩給大進行定会が設立されたことから歩行派の名前が定着する。また、立憲派、改良派、変邦派との範囲の違いや、 時期的な使い分けも存在するようであるが、厳密なものでも、明確なものでもない。なお、公所定止後は、皇帝を擁立する考え方はなりを潜め、歩行派ではなく、立憲派などと呼ばれるようになる。歩行派に属するものとしては、上記の皇位と両帝長以外に、羅白道、統計マサラがいる。中華民国大相当の遠征外を、 中華帝国皇帝に即位させた楊卓は歩行派のイデオローグであった。1900年から1908年頃まで、すなわち義和団の乱の終了から、高所帝の死去の頃まで、返法を再開するかのような改革が行われた。その主な担い手は、かつて返法を中止させた、生態公や遠征外だった。1911年の侵害革命を経て、中華民国が成立すると、 こういう医療警長らは亡命生活を終えて、晴れて帰国する。しかしその後も、遠征外に対する清掃や、儒教をもとにした宗教を、民国の国境にしようとする運動や、長君腹壁に関与していくことになる。中国近現代史における変法の位置づけは、学者によって様々な見解がある。定説としては、用務、変法、革命という三段階論、すなわち、 用務が挫折して返邦に、返邦が挫折して革命に移行した、と説明されることが多い。しかし実際には、そのような単純な三段階ではなかった、ということを明らかにする研究が進められている。すなわち、王党、定官のオーラのように、用務の時点で、すでに返邦と同様の改革を唱える人物がいたり、用務の課題が、返邦においても引き続き課題になったりしていた。 そして、返法の課題も、また、新外革命期、民国初期にも引き続き取り組まれることになる。あるいは、単案資料などをもとに新視点が提唱されることも、ある。そのような新視点の研究の例として、以下がある。2004年出版の雷家成長、失落的真相、清志母術政変指示診断によれば、母術返法の間、日本の前首相、 伊藤博文が中国を訪問していた。当時、在下宣教師ティモシー・リチャードは、伊藤を真の顧問にして権限を与えるように憲法派リーダーの交友にアドバイスしていた。そこで、伊藤が到着後、憲法派の管理は彼を徴用するよう次から次へと要望を上層した。そのため保守派管理の警戒を招き、楊隆信は、日本の前首相、 伊藤博文は権限を欲しいままにするものであり、もし彼を徴用するようになったら、祖先より受け継いでいる天下を教師の礼をして、人に譲るようなものだと生大公に進言。このような、激しい主張は、生大公をして9月19日に、岩園から資金城に入らせ、高所定が伊藤をどう思っているかを問いただそうとした。ところが、伊藤は、利比下げまだとともに、中、米、英日の 合法を、公有優位に提案した。それを受けて、変更派管理の要不可衆は9月20日に、公所定に、真はこう、我が皇帝が早く体系を決め、英米比の参加国と固く結びつき、合法という名の修行を嫌う中れと上奏した。もう一人の変更派管理の総白露も9月21日に、次のように上奏利氷下げまだが来訪の目的は、中、日。 米及びへと連合し、合法することにあり、時代の情勢をよく知り、各国の歴史に詳しい人材を100人ずつ選び、4カ国の軍政税務及びすべての外交関係などを司さどらせる。また、兵を訓練し、外国の審判に抵抗する皇帝に速やかに外務に、通じ著名な重心を選抜するようこう。例えば、大学士、理工賞をして、利費下げまだと、 伊藤博文に面会させ、方法を相談し講示させと進言した。あたかも中国の軍事、税務、外交の国家権限を外国人に渡そうとしているかのようである。政大公は9月19日に資金庁に戻った後、20から21日にこの話を知り、事態の重大さを悟ったため、即断し、クーデターを起こして自ら政権の座に戻り、 変法自教運動に終止符をつけた。この新たな研究は、これまでの母術変法の解釈、評価を、さらに関与した人物への肯定的、否定的評価をも逆転させ、さらなる研究の必要性を求めることとなった。高位単次ぐ同感岩に担がれた見越しに乗る、生体校、変通は、液教に由来する中国哲学用語でもある。中国における、 フェミニズムの始まりについては諸説ある。歩行派という言葉は現代の中国語圏では応答派あるいは主旧派といった意味で様々な文脈で用いられている。香港の立法会及び区議会における県政派と呼ばれる北京の中央政府に忠実な親中的な勢力は民主派から歩行党とも呼ばれている。ありがとうございます。